まあ、菅義偉首相は、誰のおかげで首相になれたかっていうのを考えてみれば、まあ、創価学会によるうち、すなわち、あなた方すべての州、アマーオーディンに対する嫌がらせをさせてはならなかった。国際社会でも菅義偉の信用はこれで失われたわけだ。早々に退陣となるだろう。さて、もし第三次世界大戦になれば、平和主義である公明党と創価学会は途端に機能を停止する。その時は創価学会の女性たちは全てプレデス女神連合が預かろう。ただし金はやらんぞな。男子は来るな。チンポついてるやつはいらん。 LGBT とか関係ない。おまんこがあってもなくても関係ない。出生時女性以外は女性ではない。別の性別をつけなければならない。うちは出生時女性だから女性ってちゃんと書いてる。